どうも皆さんこんにちは、 DK ヒーローです。さあ今回もですね、また先輩からお借りしている絶版モデルガンの紹介でございます。こちらでございます。じゃじゃじゃん。というわけで今回はこちらの紹介でございます。さあというわけで今回はこちらなんですけどもね、こちらはですね MGC 製のモデルガン、シグザウアー P220 です。ですね、なんか以前なんかの動画でも言った気がするんですけども、このシグザウアーというメーカー名、シグザウアー、シグザウエル、シグサワー、まあ、いろんなね、読み方の派閥があるみたいですけども、とりあえず今回はシグザウアーでこの動画内では呼ばせていただきます。それでは、こちら P220 見ていきましょう。はい、まずパッケージはこんな感じですね。黒に白文字で P220 と書いてありますね。なんか結構かっこいい雰囲気ですよね。それではこちら、開けてみましょう。せーの、オープン。じゃかじゃーん。まずこちら、取扱説明書ですね。P220 サテンブラックモデルと書いてあります。で、中は取扱方法とか組み立ての仕方だとか、パーツリストとかね、書いてあります。はい、そして付属パーツ類なんですけども、多分これは別で買ったものでしょうね。スペアカートリッジ。そしてこちら、これは気密を取るためのキャップと、クリーニング用の綿棒と、ローダーとかですかね。こちらもカートリッジなんですけどもね。こんな感じで、MGC ではおなじみの箱に入っております。はい。そして本体が、こちらでございます。パッと見てね、シグの銃だってわかるような、特徴的なシルエットですよね。まあ、今回のこの P220、おそらくですね、日本の自衛隊で9ミリ拳銃として採用されておりますので、それでご存知の方は多いかと思います。で、この P220 はシングルカラムの銃なんですよ。で、平たく言ってしまえばそんなに弾が入んないんですけども、これがシグ P226 になったらダブルカラムになるわけなんですね。で、おそらくですね、シグ P226 の方はですね、東京丸井からエアガンだとかガス管出てますので、そっちの方が見慣れているという方も多いかと思います。というか私もそうです。このシングルカラムの P220 はですね、あまり馴染みがないですね。まあ、しかしですね、やはり自衛隊で採用されているだけありまして、このシングルカラムのグリップっていうのがですね、細くて非常に握りやすいですね。このグリップの厚みが薄いっていうのはもちろんなんですけども、何よりこの横幅、これがですね、ちょうどいいサイズなんですよ。なのですごい手に馴染むような感じで握れますね。まあやはりこのグリップが小さくて握りやすいというのがシングルカラムのメリットですかね。はい、それではこのシグ P220 近くで見てみましょう。それではこちらの銃近くで見ていきます。まずはマズルですね。9ミリ仕様の銃ということで、まあ落ち着いた印象のマズルですね。はい、そしてこちらはモデルガンということで、バレルの中にはインサートが入っているんですけども、MGC 系ではですね、結構縦に入っていることが多いんですけども、これは横向きに入っていますね。スライドはですね、マズルからこの辺までのこのラインがなんか美しいですね。そしてシグの刻印です。結構はっきり入っていますね。そして後ろにはコッキングセレーションがあります。反対側です。反対側も結構刻印いっぱい入っていますね。 P220、 これはシリアル番号ですかね。でエジェクションポートには 9mm の刻印が入っています。サイトです。フロントサイト、リアサイトです。特にホワイトとかは入っていませんね。しかし結構小ぶりのサイトで狙いやすいと思います。はい、そしてフレーム下部です。パーティングラインは処理されています。特にトリガーガードの前に滑り止め等はついていません。はい、そして操作パーツ類ですね。まずはハンマーです。ハンマーは起こすとこんな感じになります。ハンマーダウンの状態だとちっちゃく見えるんですけども、こうやって起こしてみると割と大きめなのがわかるかと思います。はい、そしてトリガーですね。トリガーは縦にセレーションが入っています。でこの銃はシングルアクション、ダブルアクションで撃てますので、ご覧のようなトリガー位置になっています。はい、そしてこちらがデコッキングレバーになりますね。ハンマーコック状態でここのレバーを倒すとハンマーが安全位置まで戻ります。そしてこちらがスライドストップですね。ホールドオープンするとこんな感じでかかります。
このデコッキングレバーとスライドストップレバー、かなり操作しやすい位置についてはいるんですけども、ベレッタとかガバメントとかに慣れているとですね、こっちのデコッキングレバーの方を間違えて操作してしまう可能性がありますね。そこだけ注意した方がいいかもしれないです。そしてこちらがフィールドストリッピング用のテイクダウンレバーです。こんな感じでスライドが外せます。はい、そしてマガジンキャッチボタンなんですけども、大体の銃はですね、このトリガーガードの付け根あたり、この親指で操作できる位置についてるんですけども、この銃はですね、ここなんですね。マガジンキャッチボタンではなくマガジンキャッチレバーです。でこんな感じで引き出します。シングルカラムマガジンということで非常に小さいマガジンですね。そしてこちらが使用するカートリッジです。こんな感じでマガジンに込めます。はい、そして最後グリップなんですけども、グリップはこんな感じで両サイド、そして後ろ、この3面がチェッカリングになっています。なので非常にしっかりと握ることができますね。握りやすいグリップ、両手で構えるとこんな感じで、手の小さい日本人でもしっかりと構えることができるのがわかるかと思います。はい、まあ近くで見るとこんな感じでございました。はい、というわけで今回はですね、こちらMGC のモデルガン、シグ P220 の紹介でございました。まあね、自分で買った銃であれば発火させたりとかするんですけども、まあ今回これお借りした銃で、しかもこれ多分まだ未発火なんですよね。なので、ちょっと発火はしません。いや、今回ですね、初めてシグ P220 をですね、お借りして触ったんですけども、この銃すっごい握りやすいですね。もうこの動画それしか言ってない気がするんですけども、本当にでもこれは手にしっくりくるんですよ。結構ですね、シグ P226 の方はね、エアコッキングガンでも触りましたし、ガスブローバックも1回ぐらい触ったかな、そんな気がするんですけども、あっちはね、まあ割とダブルカラムの銃だね、みたいな感じなんですけども、やっぱりこちらはシングルカラムということで、本当に日本人の手にも馴染むようなグリップですね。正直、私あまりシグ P226 の方ですね、あまりいいなと思ったことが正直ないんですけども、今回この220を触ってね、あ、意外といいなっていうふうに思いましたね。なので、田中が出してる 9mm 拳銃、あれちょっと欲しいなっていうふうに思ってきました。皆さんはどうですか？このシングルカラムの220とダブルカラムの226、どちらが好きですか？私は今回これを触ってみて、220もしくは 9mm 拳銃、それがちょっと欲しいなというふうに思いました。まあ、そんな感じで今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良ければ評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、じゃあね。